ヒーローたちの活躍によって敵の本拠地は陥落した。だが敵はまだまだ強力な部隊を送り込んでくるだろう。果たしてヒーローたちの運命は。次回強襲山岳地帯にご期待ください。だから1時間かかったんだけど、僕クリアするのに説得のせいかもしれないけど、これで見るとプレイ時間がもう6時間。あ、もうこっから先そこまで時間かかんないとは思うけどね。F91 出すの忘れちゃったからな、なんとかしなきゃ。強っ。へえ。マウントコーティング、素早さ42、早いな。さすが最先端のモビルスーツ。どうしよっかな。ちょっとゼータガンダムはだんだん戦力外になってくるはずだから、ここは キュベレにしよっか。同じだな、ニューガンの。スーパーが弱いからな、やっぱりビギナギナ使う。あとは出力増幅ソックス、これはダブルゼータかな。ムテキング、ムテキングなんだっけ。どうなんだろう。トロフィーがあったとは。うわ、しまった。グレートマジンガなんか仲間にしなかった。ああ、ザンボットね、あれはやばいよ。愛の力は偉大。復活を使用する。なんだろうこれ。さらば友よ、ユニット離脱を実行。まあ、こことここはタダでもらえるようなもんだもんな。ガンダムが精神コマンドで熱血を使用する。さて、そうだね。ねえ、あれだったよね。確か、スパロボで大山信代さんにオファーしたら断られたらしいね。まあ、イメージ悪いもんな。人間爆弾とか。
立つダイアナエース。ガンキャノン全部実弾兵器ミネルバ X 特殊武装。そうだね、だから大山信代さんは仕事選ぶ人ってことよ。その月が今回ってるんじゃないでしょうか。データだな。オッケー。ちょっとさっきの面1時間かかったから次は、ま、頑張んないと。30でも分身するって分かんない。どうだろう。ちょっと今パッと思い浮かばないわ。F91 は出ないからな。マジンガーとかじゃ、マジンガーじゃない。ゲッター2とかじゃない。強襲山岳地帯。これもしかしてサザビーが出るってこと？ゾアンを落とす。ヒーローたちの力に驚いた彼らは、敵は、反乱鎮圧に本腰を入れてきた。敵の精鋭部隊がヒーローたちを襲う。よっしゃ、サザビーゲットするぞ。分身するまでやったりするからね。がダラスとベルがギロスがいるよ。ライガーがいるよ。ライガーがカブトムシいるよ。カブトムシまたパラスアテネで出てきた。あれこれ同じの。マサキアいるよ。あと SRX も出る。あれ分身したっけ。パーアルファディーモル3から5か射程長っ。この2体はゲットしたいな。でショットランサー移動後で32から3か。それはきついな。クエスだね。クエスしか乗ってないからね。そういう機体って貴重よね。高評価ありがとうございます。 F91 のこう移動力の高さがねやっぱいいよね。ギナギナムかな。7あるね。ニューガンダムも7だよね。ローベンフとか行く。行くか。
ちょっとマップ広くしすぎ。あ、ボスブロットはね、第1話でぶっ殺しました。説得したんだけど、仲間になんないって言うから、ぶっ倒しました。なんかガンガン動いてくるな。ないよ。補給も、修理もないから、だから、いらないってなった。まだそういう概念がこのゲームにはなかったみたいだね。まああったら激強だしね。なんかまあいろいろやってるっぽいけどね。俺はワンやったことないから新鮮ですね。うん、全くわかんないです。なんかね、跳躍誰かの位置と交換とかだったかな。これが結構いいんだけどね。欲しい時にこれ出てこないんだよね、共鳴。これ復活すると、トロフィーがあるって結構しんどいよね。あ、すごい、何これ。再反撃っていうのが出てんだけど。いい加減ですね。ただ、スパロボのいいところは、一応乱数があるってこと。ファイアエンブレムとか、あれっしょ？100% それに固定されてるから、あ、そうだね。100と0以外。あ、こいつ、勝手に海から上がってきてくれたわ。てかいつの間にか再反撃ってのができるようになってんだけど。再反撃
忘れた。忘れました。チャームでしたね。あーそっか、リリースか。いた。マジかよ。かな、ライガー移動力高いかな。7で魅力も忠義も高くて攻撃力が37、防御が20。ジオン軍を抜くことができそうだ。とか言ってこれで攻撃したら終わっちゃうよ。他のゲームも一回挟んでやるって感じです。なのでチャンネル登録高評価お願いします。これ終わったら一回ドラゴンボール Z カカロットやります。今週中には終わりますので、こいつをドラゴンボール Z カカロットをやろうっていう理由はドラゴンボールが好きっていうのもあるんだけど、なんとですねダウンロードコンテンツで、トランクスの未来が描かれるっていう。トランクスの世界で魔人ブーが現れたらとか、そういうやつです。
バージール、アルファージール仲間にしないと。またかよ、もううざいな。ちょっと無視して進むしかないよね、これね。俺を踏み台にした？してねえよ。なんか悲しい。倒せっかな。倒せないと困るんだよな。よし、オッケしたやつのもさ、能力が高いからさ、なかなか最初からいるメンバーをレベル上げてあげることができないんだよね。なんでここ狙ってきたんだろう。マス以内にいないと攻撃できないんだね。あ、てかないじゃん攻撃。怖くねえや。あ、高評価ありがとうございます。
まだ多分無限増援だろうな。3 すげえ硬さだな。すげえダメージ。はい、了解でーす。ギャプラン、動力はすげえな。あ、しまったな。あ、水の中ラッキー。うん、わお、当たんなかったわ。早っ、ショットランサー。うわ、当たんない。嘘でしょ、こんな感じ。ちょっと早いな、ギャプラン足が。この辺やべえな。誰かしら増援のせいでやられる可能性がある。甘い。しょうがないな。ニモちゃん、俺この第1期スーパーロボット対戦終わったらドラゴンボール Z カカロットやるんで、終わったらっていうのはクリアしたらって意味なんだけど。マジですごいことになるんで。ダウンロードコンテンツすべて用意したんでね。
大変なことになるよ。時間がものすごいことになる。最強はね、あれっすよ、天津飯ですよ。あのクリリンが目立ってるだけで、実は天津飯とか強いですから。あの世で修行したら、なんだ、もうそれに出ないんだ。ビグザも強い。ナイスビグザ。当たんねえかこれ。もしかして。やるしかない。ああそう。寒いの？こっちは、暑いよ。ちゃんがいる場所が寒いってことかな。エアコンがすごい効いてるところとか。
なるほど。あれ避けられちゃった。ミニクサーベルが。結構時間かかるようになってきちゃったな。8は9 10 11 12 13。ですわ。スタート。わからった。やばいなこれ。次のターン共鳴あれば。ああどうしようかな。アルファジール動かを仲間にしようか。避けられた。ちくしょう。26はもともと13話だったんだけど、それがリマスターになって増えて HD リマスターになって増えて26話になりました。最悪のパターン。そ
げく。壊れたら終わり。壊れたらね、あのファイアーエンブレムみたいに死亡したことになります。ただ俺ダブルゼータガンダムもヒーローっていう主人公にしてるから、ダブルゼータガンダムが倒されるとゲームオーバ初めてリセットします。ちなみにね、いもちゃん、このスーパーロー対戦 HD リマスターは売ってないんですよ。スパロボ Z の何作目かでついてた、ダウンロードコンテンツ販売のみのやつです。おし、いいダメージ。行くぜ。俺のチームの中で一番説得うまいのがアムロなんで、アムロじゃねえ、ニューガンダムなんで。おっしゃ、オッケー。
ちょっとトイレ行ってきます。よいしょ、戻りました。あ、今ちゃんお風呂行ってらっしゃい。よいしょ、あ、高評価ありがとうございます。よいしょ。いやスパルボワ、めちゃめちゃ楽しいわ。あ、おかえり。スパルボワめちゃめちゃ楽しいわ。この死んだら終わりの臨場感が、アルファジール仲間にしました。別
次はサードリーです。そうだね、仲間に しとかないと危ない。ゼータもあんまり前突っ込ませられない、性能が違うから。キュベルかどうしようかな。キュベルも置いとくか。ただ動かしするしてキューベで殺されたら嫌です。本当はダブルゼータに共鳴があるんだったらなんかおかしいぞ。動きやあるー、立ち届かない。くそ、共鳴が使えれば 100% 仲間にできるのに。しゃ、説得。貴様ほどの男はなんて器量の小さい仲間だった。イエーイ。あ、オフェス占領しちゃった。クリアになっちゃった。失敗したわ。あ、出撃させないやつもレベル上がるのか。8話終わりましたよ。8話